神奈川県生活協同組合連合会は1月8日恒例の菓子交換会をワークピア横浜で開催しました。この日は国会議員、県会議員をはじめ有機団体など昨年を上回る256名が参加、盛会となりました。開会挨拶では東部新一会長理事が、安心して暮らせる地域社会、人と人とのつながりを大切にする政教を目指す一方、新しい政教の役割を考えていく必要がありますと述べ、東日本大震災から5年、今後も継続的な支援を続けていくと語りました。地域見守り活動ですとか、弱くなりつつある地域の助け合いの絆といいますか、そういったものを強めていきたいと思うし、行政や地域の諸団体とのネットワークの中でですね、一人一人がやはり自分らしく健康で暮らせる、そういう社会づくりに貢献できればなというふうに思っております。この後、黒岩祐治神奈川県知事が来賓挨拶をし、政教活動には常日頃から敬意を持って接していますと感謝を述べた後、人生100年時代、60歳で定年を迎え、残り40年をいかに暮らしていくのか、行政として真剣に取り組んでいきたいと語りました。この後、土井隆介神奈川県議会議長、柏木恭一神奈川県労働者福祉協議会会長などの挨拶があり、鏡開きが行われました。恒例の国会議員、県会議員、市会議員などの紹介では、新人、ベテランの議員が壇上に上がり自己紹介を行いました。昨年から引き続きになりますけれども、給付型の奨学金をきちっと整備していこうじゃないかということで、全国的にその問題に取り組んでまいりたいというふうに考えています。実は政教さん、募金活動だけではなくて、世界の子どものことを学習する活動にすごく力を入れてくださってるんです。東日本大震災以降避難している子ども、それから被災地で大変な思いをしている子どもの支援を一緒にさせていただいておりますが、この活動もまだまだ継続が必要ですので、一緒に取り組んでいただけたらというふうに思っています。食材を配送はしているんですけれども、やはり食の安全であったりだとか、暮らしの安全ですよね、今 TPP のこととかもありますので、そういったところも組合さんにお知らせをして、自分たちの暮らしを守るためにはどういうふうにしていったらいいんだろうねっていうことを、今年はぜひ強めて考えていきたいと思っています。